今作まあ大きなテーマとなってくるのが燻製ですけれども撮影していくにつれこう燻製に関して何かこう面白いエピソードであるとか料理のねドラマですからそういったところでこうまあ発見というか何か気が付いたこととかってあったりしましたしさんいかがでした燻製機を開けると煙がすごいんですよ。自分がいぶされてるような なんか、うん、匂いいいすごいついたよねあれ, <laughs> あれね本当大変で開けてうわーってやるじゃないですか二、うん、人ともこう目と鼻から煙がすっごい吸い込んで、うん、痛いんですよ。チップじゃないものとかを燃やしてたり、うん、たまにして煙を出すためになんかそれでこうおって 咳き込むのを我慢しながらリアクションするみたいなそういうのあったよ、ねうん、なんかやっぱり撮影なのでどうしてもこう顔をすごい近づけなきゃいけないシーンとかが出てきて多分本当はちょっと煙をこう匂いを取ってから食べるんですよね燻製料理って。なので自分がいぶされてたなそんな日々だったなって <laughs> 思ってます。じゃあ結構撮影が終わるともう、うん 燻製の香りが自分にもこうまとってるような感じだったんですかね、うん、なんか肌から燻製の匂いがするようなそんな日々でした <laughs> <laughs> 毎日だったからね毎日だったから、うん、<laughs> 美味しそうですねはい。お腹は空く現場ですよね。そうですよね泉沢さん美味しかったもの現場でどんなものがありましたそうですねあでも なんだろうベーコンとかはやっぱ美味しかったですねうん,うんとまあもちろんその好き嫌いはあると思うんですよ食材によっても、うん、全然違うんで、うん、でもやっぱその市販で売ってるものとかは大体美いしいです、うん、オリジナリティ出すとちょっと危険性があるかなっていうのもたまにあるんですけどでもそれもなんかもう含めた上でいろんな挑戦もできて面白いんですけど、うん、やっぱ俺ベーコンとか、うん カニカマとか、うん、結構美味しかったですねプロセスチーズとかね結構定番のものも出てきますがあそのこういうものはあんまりっていうの泉佐さんあったんですねうそうですねい甘いものとかだとちょっと厳しかったかなって <laughs> <laughs> そうですか <laughs> しょっぱい方が多分合うんですよねそうですね いろんな発見があるので家に帰ってもなんかあれとかやってみたいなとかそういうのが出てきましたはい私はうん本当に美味しくて撮影終わっても食べたいなと思ったのはくんまですはいで新しい発見だなと思ったのはししゃもですはい もシシも燻製にすると美味しいんですね、うん、そうですね多分これも新しい味だなっていうなんかいつも食べてたししゃもじゃないっていう驚きとなんか感動がありましたお願いします <laughs> あの完成した1話を見た時に これは本当にとんでもないメシトロ作品ができたなって思いましたあの誰かのためにご飯を作ってでそれを一緒に食べる幸せとか見てる方にそんな二人のほっこりとしたなんか日常が伝わればいいなと思って撮影していたのでぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいですもうたくさんのこう美味しそうな燻製料理と、えー まあ、もちろん見てて多分そそられると思うんですけどそれをぜひ試していただいて、えーうんまあ、僕たちの,その成長の物語っていうのもあるのでそこもぜひ見ていただければと思います。